皆さんこんにちは。シーグラフアジア2021ゴールドスポンサーをさせていただきますデジタルハリウッド大学です。学長をやっております杉山智之です。今日はよろしくお願いいたします。シーグラフ、僕はもう80年代の終わりからシーグラフ、参加してきました。この長い間にそのコンピュータグラフィックスの映像という意味では、すごい発展が起きたなと、まさにですね、どう見ても実写に見えるような CG、 これを作るためにさまざまな理論、さまざまなテクニックが生み出されました。そして CG ならではという意味では、CG アニメーションでしかできないファンタジーな世界でもリアリティを感じる世界、こういうものもやってまいりました。でその流れの中にさらにアート、そういうこともやってきた。そしてですね、この2年間コロナということがあり、このコンピュータグラフィックスができることっていうことももう一つに、まあ数十年前からもちろんありましたけれども、はっきりそのメタバースというものが、一般的に利用できるんじゃないかと。そのためにやっぱり CG というものをもう一度ですね、多くの人が必要性を感じている時期だと思うんですね。そして今東京にまたシーグラフアジアがやってまいりました。ぜひですね、我々は映像とともにこのメタバース、どんなふうにその CG が広がって、その我々の生活空間の一つとしてメタバースが使われるというところもですね、このシーグラフアジアからその可能性を覗いてみたいなと思います。我々デジタルハリウッドもいろいろ出し物を出す予定です。よろしくお願いいたします。皆さんの展示、論文発表、アート、期待しております。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。イマジカグループ代表の布施でございます。シーグラフアジア2021の開催、誠におめでとうございます。コロナウイルスの影響も懸念されましたが、無事にリアルでの開催ができることを大変嬉しく思っております。また2018年に引き続きシーグラフアジア2021のスポンサーを務めることができ、大変光栄に思っております。イマジカグループでは映画、ドラマ、アニメ、CM などの企画から制作、編集、配信、流通に至るまでグローバルにお届けしています。エンターテインメントに限らず、産業や医療などの幅広い分野へも映像技術を活用した高品質な製品サービスをご提供しております。グループを横断した研究開発組織を構え、技術の集積・進化を進めながら新技術の開発にも積極的に取り組んでおり、創出された技術をグループ事業へ活用することでフレームにとらわれない映像サービスを総合的に展開している非常にユニークな企業集団です。今回のシーグラフアジア2021ではイマジカグループの先進的な取り組みを発表させていただく予定です。トークセッションではイマジカグループが研究している最先端技術の発表、またブースでは特設ステージからトークセッションと連動させたり、リアルタイムに配信したり、別会場とやり取りをしてさまざまなソリューションを発信していきます。適展示コーナーではユニークなディスプレイや最新型のハイスピードカメラの展示もあります。ぜひ会場にお越しいただき、実際の様子や機材をご体験ください。そして皆様と技術的なディスカッションを直接行えることを期待しております。コンピューターグラフィックスの技術は映像、ゲームの制作だけでなく産業面にも応用可能です。産業界からも注目されるような研究開発を推進し、これまでとは異なる分野から研究者、企業がシーグラフアジアに参画し、より一層の発展を遂げられるよう協力をしてまいります。最後に、シーグラフアジア2021が大成功を収め、日本や世界の CG 映像業界がますます発展していくことを祈願しております。